さんの死は根底から覆る可能性がとても高いのです。826号2003年数時系列、当初は遺書があったので自殺とマスコミは報道しましたが、アミューズは49日に遺書はなかったと発表しました。遺書がないのに司法解剖もされず、早々と荼毘に付され、記者会見も約束の時間にユダハルマンが現れなかった。発表されていました。しかしその後話が変わり、マネージャーがユダさんを迎えに行ったとされています。一体約束の時間はいつだったのでしょうか。インターホンを押しても